にん。はい、ということでね、ティーちゃん、アレルギーが今いろいろあるということがね、この前検査で分かったんですけど、大豆とかですね、お米麦、そこにはですね、全くの、アレルギー、ゼロ反応なので、ビルバックのねちょっとガムをね、日待ち代わりにね与えてみました、うん、やっぱりこうやって一生懸命ね一心不乱に噛んでるティーナの姿見るのが俺も好きなんで、うん、まあちょっとね、ヒマチーに比べるとやっぱ柔らかいんで、まああっという間に食べ終わっちゃうもんですからね、うん、もう少しゆっくりね時間をかけて食べれるものがあればいいのかなと思って、まあ、魚系でね、うん、ちょっと探してるところでございます。おいしい、ティーちゃん、ティーちゃんおいしい、パン、おいしい。やっぱ怒るんだね。あれ、そんな大きく吠えたの初めてじゃない、ティーちゃん。調子に乗るんじゃないですって感じ。パン。いや、うん、一生懸命食べとるでな。食べてください。ティーちゃん、ちょっとスローで撮ってみようかなこれね。おいしい、ティーちゃん、おいしい、おいしいかい。はい、というわけで、まあ、前回のアレルギー検査でですね、牛と鳥が引っかかってしまったティーちゃんですが、まあ、食べれる選択肢がね非常に少なく、うん、なってしまいましたけどね、まあ、それでもその中でね安心して口にできるものをあげていきたいなと思っています。それでは皆さん、またね。パン、バイバイ、チョピー and the tea、 バイバイ。今日も最後までご視聴いただきありがとうございます。よろしければチョッピーチャンネルの読者登録、高評価ボタンの方よろしくお願いいたします。またインスタ、ツイッターの方もですね毎日更新しておりますので、番組説明欄からのフォローよろしくお願いします。それでは皆さん、バイバイキーン。